どうもでですキータラですじゃあ今日は「エンティームが2023ママに出演したのでそちチの発表していきますいやーママめっちゃ良かったね。ねーすごい良かったよねなんかさママ初めてだから「エンティームって。そうだよね、まあ、去年さそういう授賞式だったら AA 出れたんだけど、まあ、今年やっぱ初めてそういう授賞式出て、うん、いやーそうレカペですらさはァ <laughs> みたいな。 へってなっとったんに。情だけ白いとかさ。<laughs> そう。<laughs> 確かに。真っ先にそこを思ったよね。<laughs> そうそうそう。でなんかさ、去年の AAA ってリカペあったんだけど、なんか割とちょっとカジュアルな要素もあったりしてたんよ。で、みんなもちろんかっこよくて、でも今回割とさ、より清掃味というかね、よりスーツみたいな感じだったから、ゴージャス感すごくて、大人になったねと思って、<laughs> みんな大人だねと思ってさ。 確かにしかもさみんなスタイルいいからさ本当に映えるよねいやそうなん恐ろしいよね結婚式の二次会とかこの集団着てみよ。うていうかさ <laughs> その二次会なのかあかんけど <laughs> 結局ジョークが白いから新郎になってさ <laughs> 他お友達みたいな感じって言っとる人って <laughs> 分かるよ、ね。<ー> <laughs> そっか拾えんねわ確かにね確かになんかないやいいね <laughs> <laughs> ジョーの結婚式に来たみんな NT みたいなねメンバーみたいなああなるほど <laughs> 強すぎ何の集まりなんかねどの友達なんかねいやかみたいな。強すぎ案件て言ったらやっぱさあのペクグヨン先生ぐらいのさペクグヨン先生の結婚式ぐらいさ <laughs> あの <laughs> ねや夏でみんな結構驚いてたけど

そしてやっぱ最初の K 君うん。見たと<時> <laughs> ごい,いやでもそのレベルだよ本当にいやだって一人でソロダンスぶちかましてらしたからさあんなとこで出っ張ったとこでそうしかも東京ドームやぜそう東京ドームでさなんかあれだね見た方どうだったんかねなんかさ東京ドームってっ広いからさ、うん、エネルギー伝えるのも結構大変じゃんうんなんかすごい伝わってんじゃないかなみたいな 確かにいやーすごいでもさ全然緊張見えないっていうかさ、まあ、緊張してるかはかんないけどもう超かっこいい堂々としててねだってキイトロさんさなんか見た時「えー!」とか言ってさ <laughs> なんか「ありがたい悲鳴あげてらしてありがとう」ってなったもんそう東京ドームで一人で踊んの似合いすぎと思ってわ <laughs> かる、うん、ね世界に通用しそうなあれだよね本当にオーラというかねうん、うんうん、そうだね いやさすがだわと思ったちゃ、ね、しかもあのさスクリーンとの融合っていうかさその地面っていうかその花道もスクリーンだからさそこともさ、うん、融合しててなんかあれだよね氷の地面みたいなのがガラガラって崩れてくみたいなそこを「やばいやばい」って言って走ってくみたいな。走の早いからさそうそうか うん、すぐなんか全然追いつかれないとか全然危なくないの。わかる。かる <laughs> もっと危ないんかなと思ったら、ケイ君途中が余裕見せとったよね。そ,そう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 。<laughs> 全然ケイ君の方が早くて、あれだってほら映画とかでもさ、やばいやばい落ちちゃうみたいな感じなのに、ケイ君余裕だったよね。<laughs> そうそうそう。<laughs> あの走り見れるんかと思ったわね。あの、ミニマラソンの <laughs>。赤坂5丁目の <laughs>。でさ、もちろんさ、今回衣装もさ、 また新しくなって、で、なんか、もう、とにかくすごいから、うわ、すごいすごいって見てたらさ、途中画面さ、YouTube で公開されてるやつ、まあ私リアタイで見せて、ちょっと、いろいろ覚えてないんだけど、なんか、ラッタッターのとこあるじゃん。うん。あそこさ、YouTube 公開のとこ、画質ブワーっての撮って、<laughs> ミジュ、ウジュゾーってなっとって。<laughs> しかもさ、フーマのとこのさ、ラッタッターの、いいえ、ーマがさ、まあ好きじゃん。 あそこすごい遠くてさ見えねえってなってびっくりしたんでそうなん確かに Wish のザーから風磨くんそれ引きの絵ねもう会場全体になるもんねそうママそういう癖あるからさわかるママ前ね去年もなんか INI の時そんななんか <laughs> 問題になったじゃん <laughs> もうまあミーさんの中でねうんカメラアングルみたいなね <laughs> そうなんでそこでそんな低いやっていうさそう, <laughs> もう <laughs> やっぱエンティームの時もそうこうなるんかと思って、ね、<laughs> こういうことですねみいさんって思ったもんそうそういやそうだね確かにあそこの風磨くんめちゃくちゃもうねイーニゲー大好きだかから見たかったっな、うん、そうそうまあまあそれがそれがあれだからか分からんけど風磨くんさ風磨忍者のとこあるじゃんシュッて出てくるとこジョーくんのパートナーか地面シューンってくるとこねそうそうそうなんか あれは結構さ今回このパフォーマンスでシュッっていうのがさ分かりやすく見えとってすごい良かったね。うん、確かににそそううだだね。ね。さすが出る男だ、ね、<laughs> そうなの <laughs> <laughs>、ま。あとはやっぱりさ後半になればさどんどんそのダンサーさんも出てきてなんか、うん、もうセット待ってみたいなさやつじゃん。でさ、なんか… 私その時は気づかなかったんだけどポストでさ「ガクくんいる」っていうの見てマジだと思ってさめっちゃびっくりしたんだけどねそう俺もそのこのまるからさ「ガクくんいるよ」って教えてもらって見たらそう「おってガクくん!」ってなったからね本当にだからあのちょっとあまりこう追い切れてないけど24組っていうのかなあれで、うん、あれのチームメンバーもいるっぽいんねガクくん以外のだからこう仲間を踊るシステムなんやと思って。 確かにそうだねバックダンサーっていう形だけどなんて言うんだろうねダンサーさんっていうよりかはもう仲間だもんねうん一緒に作り上げてるんだと思ってさ、うん、なんかやっぱオオカミとして今回踊ってらっしゃるからさやばと思って、うん、そうそう確かに繋がるね繋がるんよあとそもそもそこのジョー君のパートてかジョー君がほんとかっこいいよね <laughs> ほんとに。 うん、すっごいなんか結構カメラもこっとるもんねその、うん、観客をバックにしてみたいなところをジョー君んなめのみたいなすごいよねしかもさあのニコがさガラテルヤの前かななんかあの戦闘部の時にさニコさよく <laughs> よく分からん動きしとったねんかクルンってさ、うん、しとるとこうん、うん、あれジョー君もやっとってさあそっかあのグルンねそうそうそうそ,そんなすぐできるみたいな <laughs> 謎じゃない うんいやすごいよねあと2個のお腹出しとかねやっぱ最初から気になっとったやろニコ 2>, 2個すごい結構丈短いもんねへそ出しルックってねへそ出しルック <laughs> へそ出しルックってなんかすっごいダサいよね <laughs> 言い方が <laughs> そう2個だとかっこいいからね本当にいやねでもなんかこれ実際見,見た方とかもうなんか2個のそのへそ出しなのか分からんけどわーってなったらしいよ現場はうんうんうん、うん いやなるっちゃこれはなるっちゃ <laughs> びっくりするもんね思った以上のへそだシルックだからさ、うん、そうなんかちょっと腕上げたら出るじゃないもう最初から出とるもんねもう,なんかもう <laughs> ギャルもびっくりだよね当時のギャルもびっくりよ <laughs> でも本当にさ一貫してその世界観がすごくって、まあ、スクリーンがさ本当森の感じとかさあとはもう岩とかも出てるしステージに岩っていうかねそのね、うん だから本当にその中のエンティームの世界観このウルフ感みたいなのが出とってもちろんダンスにもだしうんまあケイ君の最初から本当一貫したストーリーが見えて本当楽しいわそうだねてかまあ衣装もそうだよねこのケイ君のモフモフみたいな、うん、白いさあのふわふわこの現場でも見せてきましたみたいなね俺これっすーみたいな確かに MV の最初だもんねあれね <laughs> そうそうそうあのふわふわからまた脱いでもまだなんかふわふわしとるからさ黒い確かに確かに脱いでもまだふわふわ <laughs> いた郎さに絶対伝わらんけどさこの衣装はあの「ファイナルファンタジー8」のスコールっていうキャラクターにそっくりなんで <laughs> マジで <laughs> 伝わらんねそれ絶対伝わらんかちょっと調べてみて <laughs> ほぼケン君だからでもなんかさイケメンの人だよねなんか FF ってやっぱりやってる人多いからさなんか聞いたことあるかも <laughs> 本当だ <laughs> 思った以上にイくんファイナルファンタジーやったやろ思った以上にファイナルファンタジーだわ、イくん。<laughs> そうなん。んなんかちょっとテンション上がるよね。<laughs> も<う> <laughs> 確かにこ。ゲームの世界だったんこの。<laughs> そう。そうかもしれん。イくんだって、うん、現実によるかわからんみたいなとこあるからさ、ライブとかでも見たことあるとはいえ、まださ、ほら、本当かなみたいなとこあるからさ。確かに、ちょっと二次元感あるよね、イくんね。うん,うん、おかしいもん。 等身とかさそうだよそうだよエンティムのポップアップってさなんかケイ君のほぼ等身大っていうやつ見てさ高くてびっくりして泣いたんだからもう <laughs> <laughs> ショック受け取ったよねちょっとね <laughs> 高いってなってなんか <laughs> すごいなケイ君って思ったじゃんねえあと私ポップアップ行こうとしてちょっといろいろやって行けんくてうん、そう役までしたに行けんくてキータロさんに先越されてすごい泣きたいになん <laughs> で行るみたいないやなんか場所あんま知らんくって原宿歩いとったら左パッと見とろえんって今ここか噂のと思って <laughs> そうそうそうすぐ入ったじゃん <laughs> いいな<う>羨ましい <laughs> <laughs> で以上でね今回はエンティメが2023「ママ」に出演したのでそちらの発表してったんだけどいや本当にママ初出演めちゃくちゃいいステージだったねねいやそうなんだしさやっぱりさこういう授賞式ってさ座ってるのも見れるのがいいじゃんうんうんそうだねたまにそうそう映ったりとかさなんかその感じとかもねこう見れて嬉しかったわなんかママってステージの上でやるからさうん、うん、確かに確かにそうだね他のアーティストと絡みとかそういう反応とかも見れるもんね うんうて、ん、あてかその今回今日出場したやつでいったらやっぱエナプもいてエンティーもいて、うん、あとはジャストビーもいてジャストビーはあのアイランドに出てた人とかいるからなんかあーそっかそうなんかねまたこうアイランドしとったん <laughs> この日 <laughs> アイランドいいねそっかそういうつながりそうだねうんあとなんか K 君が確かライズの,の,、うん、あのソンちゃんっていう 孫太郎でさ NCT に寄った孫ちゃんその孫ちゃんとく君がなんか挨拶してなんか言葉交わしてて知り合いっぽかったんで、ね、えっ何それみたいな知りたいそれみたいな聞きたいみたいな、うん、教えて聞きたいみたいなそう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 てかこの日なんか私が好きなさ推しみたいな人たち多くて泣けたん最高と思って <laughs> 泣けた確かに豪華だったよね本当にいやーすごい豪華ゼビワンとか持ってね <laughs> 本当に、うん、確かに だからさ、NTM の次の活動が楽しみだよね。そうだね。ポンポン